皆さんこんにちは、イナワク TV の川島です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。さて今日の動画になりますが、よくオンライン講座を行ったり、それから教室の生徒様直に教えることがあるんですが、その時に初心者の方にとてもよく同じミスというのかな、よく戸惑うところがあるんですね。皆さん同じところで戸惑っているという感じなので、今回はそこをピックアップして動画で解説をしていきたいと思います。多分皆さんも同じように戸惑っているんじゃないかなと思います。今回は大きく3つに分けます。1つ目はインターネットタブを開くことを知らない。これは何かというと、少し前に動画を投稿しましたタブという機能があるんですね。インターネットは一つの画面だけではなく、いくつも同時にタブを使うことで複数ページを見ることができるんですが、なかなかそこまで至らなくて、いちいちインターネット画面を閉じてしまうという方が多く見られます。そんな時にはタブを使うといいでしょう。そのタブをグループ分けすることができるというのを前の動画でご紹介したんですね。そして2つ目はドキュメントやダウンロード保存問題。これは何かというと、パソコンの中に保存をするときに、ほとんどの方がここにあるボタンを押せばいつものところに保存ができる、そんなふうに思われている方は実に多いんですね。ですがよく私は靴下とかね、ハンカチをしまうあのタンスのお話をします。例えば皆さんがハンカチをしまうとします。そしたらしまうという作業よりもどこにしまうかが大事ですよね。何でもかんでもいろいろなところに適当にしまってるわけではないですよね。ハンカチをしまう場所は、例えばよく使うクローゼットの中からすぐに出せるようにするじゃないですか。その代わり、例えば下着だったらば、まあ人によっては洗面所の近くに置くとか、それぞれしまう場所というのは意味があって、そして分かってしまっているはずです。適当にしまったら後で探すのは大変です。多分しまったはずなんだけどどこ行っちゃったかなとか。一番良くないのはデスクトップに置いてそのままにしておくということ。するとデスクトップがいっぱい問題、これも以前の動画でご紹介したんですが、デスクトップにたくさんのものを置いているとそのうち収集がつかなくなってしまいます。しかるべきところにしまっておく、このしまう問題と、それからこの保存するパソコンの中にはドキュメントというのがあるんですが、よく見てもらうと、ドキュメントというのはパソコンの中に2つドキュメントという場所があると思います。その場所の違いなんかも初心者の方はよく分からずにしまっているという方が多いのではないでしょうか。そして3つ目になります、端末のアカウントについてですね。これもよく分かってないなという方は多いです。端末ごとにアカウントを振って、その端末のアカウントと覚えてしまう方が多い。実はこれ全然違うんですね。では詳しくこの後の動画でご紹介してまいります。画面の方をご覧ください。 Zoom でオンラインの授業をしているときに、では画面を共有してくださいとお話しすることがよくあります。皆様の画面を見て、それでどこでつまずいているのかを確認するためによく見ることがあるんですね。その時に画面の共有はできるんですが、その後自分の画面が出てきた時、例えばその状態でインターネットを開きたいとします。どこかのサイトを開きたい、その時に皆さん同じように戸惑っています。例えば Zoom の授業を受ける時には ID やパスワードをもらうじゃないですか。それって例えばメールだったりしますよね。そのメールのリンクをクリックすることでインターネットが起動してきます。するとこんな画面になっていると思うんですね。自分でインターネットを起動していなくても、メールなどでリンクをクリックすると自動的にインターネットが起動してきます。その状態が Zoom で画面共有をした時に最初に出てくるんですね。なのでこの時冒頭でお話ししたように、タブ、新しいインターネットはもう起動しているわけですから、新しいタブをクリックして、そして別のサイトにアクセスをするということをすれば良いのですが、
大体の方はこの真っ白な画面を見て、わあどうしよう、どうやったらインターネットを開くんだろうと言ってインターネットを閉じてもう一回開いてみたり、そんなことをされる方が多いです。もしズームを受ける側でズームアプリを使っていない場合ですよ、インターネットを起動したのであればその状態から新しいタブでインターネットを使うようにしましょう。これがまず一つ目のインターネットタブを開くことができないということでした。では次参りましょう。そして次にドキュメントやダウンロードの保存問題について解説します。まずドキュメントに関してなんですが、パソコンの中にはドキュメントが2つあるのをご存知でしょうか。ではエクスプローラーを開いてみます。するとこのようになりました。一番上はクイックアクセスのバー、隣にこのように三角の折りたたみのマーク、クの反対のマークですね、こちらがあります。この下のように下向き三角になっている場合はこの下の階層であるということになります。ではこの下にはワンドライブパーソナルとあって、この配下にドキュメントがあります。まず1個ドキュメントという文字がありましたね。ではこの下をスクロールをしていくと、次にこの PC、 この配下にもドキュメントというのがあります。このドキュメントというのは PC の中にあるドキュメント、つまりご自身のパソコンの中に入っているドキュメントというフォルダーの名前になります。もともとこれあったと思うんですね。このドキュメントというのは Excel や Word などのいろんなファイル、何でもいいです、格納しておく場所として Windows が最初に用意してくれた既存の箱になります。ですがもう一個のこちら、先ほどお話しした OneDrive パーソナルの中のドキュメント、これは見てわかるように雲のマークがついています。これは OneDrive のアイコンになるんですね。何かというと、ワンドライブというのはマイクロソフトの保存箱を指します。自分のパソコンの中に見えているのはインターネット上の保存箱の中を閲覧しているような状態というと分かりやすいと思います。ローカルアカウントを設定してない限りはマイクロソフトのアカウントを取得すると、そこが規定のフォルダーとなっていて、つまりはインターネット上の5ギガ、無料5ギガの保存箱の中のドキュメントに何もしなければしまうようにもともとできているんですね。ではもっと分かりやすいようにワードを起動してみます。ワードを起動して白紙の文章を開きました。そしてファイルから名前をつけて保存とすると、このような画面になります。私の画面と皆さんの画面は多少文字などは違うと思いますが、仕組みとしてはここはマイクロソフトで取得したアカウントの名前が入っていると思います。ここのドキュメントの中に通常は入れるようにしていると思います。確認していただく方法としては、今ここドキュメントとありますよね。このドキュメントというのは何もないただのドキュメントとなっています。もしかしたら PC ドキュメントとあるかもしれません。ここにワンドライブのドキュメントと書いてあるようでしたらば、先ほど何度もご説明した通りマイクロソフトのウェブ上の保存箱にしまっていると認識しましょう。今保存する時のデフォルトの設定というのはマイクロソフトのワンドライブの中のドキュメントになっているはずです。いや、これは困るなという場合は規定のフォルダーを変えることはもちろんできます。ただね、なんでデフォルトがそうなっているかというと、そこが一番だからなんですね。このお話をすると皆さんは、いやいやいや、ウェブ上に保存するなんて嫌だなっていう方結構いらっしゃいます。でもお金に例えるとどうでしょう。お金を持ち歩くのは、つまりお財布の中に入れとくのはわずかですよね。全財産を持って持ち歩いている人はいないと思います。ある程度使うもの以外は銀行に預けておきますよね。ほとんどの人は無料で通帳を作って、そして銀行に納めていると思います。
それと同じように厳重に管理されているマイクロソフトの保存箱の中にしまう方が安心だと思いませんか？パソコンはいつ、今の時期でしたらば夏なので雷が近くに落ちたとかね、いろいろな災害に見舞われたなんていうことがあります。そんな時にパソコンが壊れてしまったら大事なデータは一発で消えてしまうということになりますよね。ウェブ上であればある意味銀行と同じようにマイクロソフトが管理しているわけです。もちろんパスワードが流出して大事なものが誰かに改ざんされて盗まれてしまうというリスクがないわけではありませんよ。なので大事なものはワンドライブの中の、何度もこの動画でもご紹介していますボルト、この中にしまっておく。これがさらに厳重な管理になると思います。初心者の方はマイクロソフトのワンドライブの中、規定のフォルダーの中にしまっておくのがいいと思います。そしてダウンロードフォルダーがいっぱい問題、これも以前の動画でご紹介しています。これ何かというと、インターネットでダウンロードしたファイルなどは自動でダウンロードフォルダーに格納されていくんですね。自分で指定してその箱に入れていないので、なんとなく初心者の方はよくわからないまま使っている方が多いんですね。でも問題なく使えているのは、このようにダウンロードをするとこの右側にファイルを開くのような文字が表示されてくるので、これを押してなんとなく保存をして終わりにしているという方が多いんです。そうすると何が起きるかというと、ダウンロードフォルダというのは先ほどのエクスプローラーの階層で言うと、ここダウンロードフォルダというのがパソコンの中に用意されています。もともと用意されているフォルダーであって、ダウンロードしたものが入っていくんですが、この中に何でもかんでも入れている。つまり後から探すのに大変になってしまったり、一番困ってしまうのは何度もダウンロードを押してしまうので、同じファイルがたくさんあるということが起きてしまいます。入りもしないファイルがダブってあると困りますよね。よくパソコンでは分かりづらいので、また例え話をすると、例えば何かネットで注文して荷物が届くとします。それって必ず宅配の業者さんは玄関に置いてきますよね。適当な場所にその都度違うということはありえないから、玄関に置いてきますよね。で、そこで開封しちゃって、そして使い出しちゃうみたいな感じですね。こんなことをしている人はあまりいないと思うんですね。なので、一回玄関に置いたら、そこから叱るべきところの部屋に運んで、そこから開封したりしますよね。これと同じようにダウンロードフォルダーに入ったものを作業をした後、きちんと整理をしておくことをお勧めします。いらなくなったものは削除したり、それから必要なものはちゃんとドキュメントや外付けのハードディスクなどに保存をしておくのをお勧めします。そして最後の、分かっていそうで分かっていない初心者に多いミス、これは端末のアカウントになります。例えばこちらピクセルになるんですが、この端末に A というアカウントを振ったとします。この端末がある日壊れてしまったとします。すると新しいこちらの端末、こちらに別のアカウントを新しくまた振って、そして最初からやり直さなければいけないかというと、そんなことはありません。アカウントというのはこれでもなくこれでもなく、要は何のアカウントか、例えばマイクロソフトのアカウントであれば1個、マイクロソフトのアカウントでこの端末にもこの端末にも紐付けることができます。わかりますか？これがわからない初心者の方が結構多いんですね。端末というのとアカウントは全く別物だというように認識していただくといいと思います。これも分かりやすく例え話で言うと、あの銀行ですね、みずほ銀行に口座を持っていたとします。でも東京三菱 UFJ 銀行の口座を持っていたら別の口座ですよね。でも一つの ATM から引き出しってできますよね。このように端末とアカウントというのは別になります。確かに今ややこしいところがあります。
例えばアップルのアカウントが Gmail のメールアドレスだったりするじゃないですか。そうするともうごちゃごちゃになってしまう。これよく本当に痛いほどわかります。アカウントというのはすごく大事なんですが、この管理も結構難しかったりします。これも少しずつ慣れるしかないのかなと思います。なので先ほどの話に戻ると、この端末が壊れたとしてもアカウントが消えてしまったわけではないので、新しい端末で違う端末でまたログインしてあげればデータが消えたりしていることはありません。イナワーク TV ではこのように初心者の方、中高年の方が困らないように動画を優しく丁寧に作成しています。まだチャンネル登録がお済みでない方はどうぞこのベルが震えるまで押していただくと見逃しなく動画を見ることができます。そしてメンバーシップも大募集しております。メンバーの方はお勉強会を行ったり交流会や自習室などを設けています。そちらの方でグループレッスンなどをしていただくことができます。皆様のご参加ぜひお待ちしております。では今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。またねー。